じゃん。こんにちは。はい、ゆかかさん。はい。今日も3年生振り返りの時間がやってまいりましたよ。ああ、まあもう佳境に入ってきたね。本当の佳境に入ってきた、ね。残す試合数一桁のチームもありますね。まあそうだね。うん、まあ一桁もあるし、ね、あの調子の悪い、調子のいいとか。あ、いろいろあるけども ねまた怪我人が出たり、まあそうだね、ちょっとね、ここに来ても皆さん、うん、あの体ギリギリのところでやってると思うんですけど、いやもうギリギリだよな、ね、だからここで頑張りきれるかどうかだよね、うん、本当に ねで、まあ今日3連戦を振り返るんだけども、まあ通常は火曜日から木曜日、まあ、この3連戦だったけど月曜日にも試合がね、そうそう、あったんで、もういろんな試合寄せが来て、ちょっとスケジュールが結構ね、セリーグパリーグでも違ってきたり、はい、カードが変わったりいろいろしてるのでね、うん、なるべく全試合をお伝えしたいんですけれども、まあ、そうだね、ちょっとね、まあまずはね、月曜日の方を軽く、うん、なぞってから、まあね、ダイジェスト版的なね、うん、まあ、豊かなダイジェストで火曜日から木曜日ということで、ね、の3年生、はい、ね、やっていきたいと思います。はい、はい、看板やちいちゃんよろしくね。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、これがね、まず月曜日、はい、9月16日の月曜日、祝日だったんでね、はい、全部デイゲームで行われましたが、ね、はい、はい、前2試合から続いての3試合目ということになってるんですよね、これカード的にはね。そうそうそう、はい、ということで、巨人と中日は巨人が7対1で勝ちました、うん、阪神とヤクルトは3対0で阪神が勝ちました、で広島対 DeNA は11対2、まあ、で DeNA が勝ちました、はい、というような結果です。まず巨人対中日、はい、まあ、赤星先発でね、うん、まあ、どうなるかということで、うん、まあ、誰を抜擢してくるか、まあ、赤星だろうと言われてて、まあ、今季まだ未勝利の先発ピッチャーだったんだけども、はい、まあ、赤星がしっかり投げて勝ってくれたということが、ね、やっぱ大きかったね、この試合はね、ようやく1勝ができたという、ね、まあ、まあそうだね、うん、だから、まあ、非常に巨人にとっては収穫があったし、はい、まあ、中日は松木平という、うんうん、ね、ちょっとやっぱこう応援してるというかね、ピッチャーだったんだけども、うんうん、やっぱ立ち上がり早々にちょっとやられるシーンがあって、ね、まあまあそのやっぱ強いチームに先取点、うん、まあ、早い回に取られるとやっぱ苦しくなったなっていう一戦だったね、これはね、はい、うんうん、はい、で続いて阪神対ヤクルト、はい、3対0、うん、この試合はあの大竹先発、うん、ね、まあ、昨年に続いてこの試合で、10勝目を挙げたということで、うん、ね、おめでとうございます。よかった。いや、ね、よかったよね、うん、まあ、昨年はその優勝の中に大竹と村上、うん、この2人が2人で20勝以上するなんて誰も思わなかったというね、うん、だけど今年も阪神苦しんでるけども大竹が10勝する、うん、ね、村上があと何勝上積みができるかわからないけども、うん、そうなってくると本当に優勝の目が出てくるというね、うん、まあ、そんな感じがするような試合でした。はい、はい、で広島対 DeNA、はい、雄大のためにということで、この前の試合でね、山本雄大選手がちょっとデッドボールで骨折ということでね、まあそうだね、急遽離脱ということになってしまって、はい、で東の投球ね、うんうん、誰が受けるのか、まあ、伊藤光、ね、まあ、予想通りだったんだけども、うん、まあ、伊藤が非常にいいリードをし、うん、まあ、自らも打ったということでね、バッティングも大活躍でしたね。そうだね、うん、で広島の方も坂倉のホームランとかで同点にしたりだとか、うん、まあ、だけど、まあ、2点しか取れないというね、うん、まあ、ちょっとやっぱり広島は苦しいぞという感じが、うん、まあ、出ちゃったね。ねえ、はい、この DeNA は18安打の11得点、まあ、そうだね、はい、東投手は無事今季13勝目を挙げました、うん、ねえ、うん、常色がね、その前の日ルーキーで勝ってるだけにそれを勢いをもたらすかなと思ったら東がピシッと止めたね、うん、はい、森下投手はちょっと8敗目ということで、ね、そうなんだよ、森下はダメだよね、ちょっと頑張れよっていうような感じだね、うん、はい、というセリーグでした。はい、はい、続きまして、まあ、パリーグ、うん、ね、こうなりました。はい、パリーグは楽天と日本ハムは楽天が6対5で勝ちました、はい、西武とロッテは西武が1対0で勝ちました、はい、オリックスソフトバンクはソフトバンクが1対0で勝ちました。はい、はい、全部1点差のゲームでした。なぜね、うん、日本ハムが楽天にちょっと分が悪いような感じがするね、ここのとこね、なんかね、うん、ここのとこね、うん、で一気にね、こう4点取られたりだとか、うんうん、まあ、リードさしててもちょっとひっくり返されるとかね、うんうん、まあそういうシーンがあって、ただそのひっくり返すまで岸が、はい、楽天の投手の投手、うん、やっぱりよく我慢して投げてたね、うん、
だからそういうやっぱここに来て終盤に来てこういうベテランの力っていうのは大きいなっていうのを感じたのと、うん、まあ日本ハムねもう一本が出なかったというね、うん、まあ、最後の最後にね、うん、まあ、則本をこう追い詰めていったんだけどもさ、うん、まあ、なかなかそういう簡単にはね牙城が崩れなかったという1点差まで追い上げたんですけどね、まあそうだね、うん、まあそういう試合でした、はい、で西武対ロッテ、うん、これはね竹内完封、ね、初完封ね、よくまあ、ここのとこ失点をするケースが非常に多かったんだけども、うん、まあ、この試合ではね、うん、まあ、そのロッテは西武に対して非常に得意、今年はカムにしてるんだけども、まあ、1対0でやられるというね、うん、だからまあ西武が台風の目にここのとこなってるんだけども、そうそう、まあ、その中でも竹内 ね、 ね、でこの完封によって、まあ、新人王レース、うん、これまたぐっとこう前に出たかなというような、ここのところにちょっと負けが出たりしたんですけど、そうなんだよ、うんうん、ただ小田島っていうのがね、はい、まだ防御率が0点台だとか、うんうん、まあ、非常に登板数も重ねてってホールド数も多い、まあ、竹内あと2桁に乗せたらね、うん、まあ非常に大きいなっていうふうに思うよ ね、 ね、今ね8勝6敗っていうことなんでね、はい、そう、あと2勝ね、うん、頑張って頑張ってっていう感じだね、ね、はい、はい、で最後オリックス対ソフトバンク、うん、まあ、1対0、まあ、石川がここのとこね先発すごい安定してるわ、うん、で普通石川というのはこう制球に苦しむような場面が出てくるんじゃないかっていうようなちょっと心配のあるピッチャーだったんだけども、はい、ここのとこものすごく安定してるね、でやっぱこう非常にこうつながっていったというね、うん、ただしこの試合でコンちゃんが盗塁の際にねちょっと怪我をして足捻挫っていうかね、そうだね、足首ちょっとグニャッとなってましたから、うん、まあ、その後もちょっと出場を続けたんだけども、まあ代打送られて、そしたらやっぱダメだということで、もう次の日動けないって言ってね、まあ、そうだね、で盗塁もマシになったけども、うん、まあ無理しない方が良かったなっていうふうにね、うん、まあ後になってみればちょっと後悔するけども、痛いですね、そこまでとられれば、まあ、これはね、はい、早く復帰してっていう感じでしょうね、ソフトバンクとしては、はい、まあ、そういう月曜日のまずはね試合を振り返りました、ね、ということで各チームの流れはこのような感じになりました、はい、はい、ということ で、 ということでカードは変わり、カードは変わりこれから、ね、うん、やっていきますが、はい、火水木で、はい、火曜日がはいこうなります、はい、セリーグの試合がなかったので、あ、はい、セリーグね、はい、火曜日がね、火曜日はセリーグの試合がなくて、はい、火水木曜日がパリーグの試合がなくて、そうそうそう、なので両リーグとも2試合ずつだったんですね、そう、ややこしいんだよ、ややこしい、でその中でも1試合のチームもあるということで、ね、雨が降ったりね、はいはい、中止になったりね、いろいろあってね、そうでやれたけどちょっと雷中断したりちょっと天候も不安定の中でね、うん、行われてますけれども、はい、はい、ということでジャイアンツとベイスターズ、はい、巨人対 DeNA はジャイアンツが1勝で1引き分けという結果になりました、はい、ヤクルトと広島はヤクルトが2勝、はいはい、ということで、うん、まず巨人対 DeNA、うん、まあ巨人もね DeNA を迎えて非常に怖かったと思うんだよ、うん、そうね、まあ、なぜかというとやっぱバッティングの状態がセリーグの中で一番いいということで、うん、でピッチャーを立てたのがグリフィンと戸郷、ね、やっぱこういいよね、で DeNA はジャクソン・ケイというね、うん、まあ、外国人を立てたんだけども、うん、まあ、初戦2対2これ引き分けになるゲームなんだけども、うん、まあ、初回丸先制ホームラン、はい、まあ、6回牧同点ホームラン、うん、ね、まあ、この試合の中でやっぱグリフィン、まあ、素晴らしく良かったね、うん、まあ、気持ちも入ってたし、まあ、非常にいいなと思って6回89球、うん、3安打6三振2四球1失点というで、ジャクソンも非常に良かった、はい、で丸に先頭打者ホームランを打たれたんだけども、うん、5回3分の2、うん、94球、うん、6安打3三振、うん、3四球1失点、はい、6回にやっぱちょっとエラーが絡んでねピンチを迎えるんだよ、はい、だからそのためにちょっと降りる形にはなっちゃったけども、うん、まあ、非常に良かったと思うよね、うんうん、で8回に1点ずつを取り合って、まあ、延長12回、まあ、引き分けになるんだけども、はい、引き分けと同時に、マジックが9と思ったという巨人ね、巨人ね、うん、それでね、
やっぱこう巨人の選手を見てると、うん、やっぱ優勝目前にしたチームになってきたなっていう顔つきが変わってきた、うん、で最後高梨が多分投げたと思うんだけども、はい、12回表ね、12回表、はい、そうそう、高梨が投げてるんだけども、うん、あの高梨のやっぱこうアウトの取り方、うん、引き分けにした瞬間、うん、マジックが点灯するんだよね、うん、もう引き分けたらマジックだったから、うんうん、だからああいうこうなんていうのを引き分けた、ね、抑えたマウンド降りる時のあの表情、こうガッツポーズを見てるとさ、やっぱみんなに意識が入ってるというね、うん、まあそんな感じがしたね、うん、ただこの試合はね DeNA 勝っとかないかんわ。いやほんとね、あまあほんとに勝ちたかったねこれは、はい、で2試合目、はい、まあ今日だね6対0、うん、まあ戸郷が良かったけども初回、うんうん、これ3点取られるんだよ DeNA が、うん、で丸のツーベース、はい、これが余計だったな浅野のフォアボール、うん、で吉川の時、はいはい、バントの構えから丸がやっぱ飛び出すんだよね、うん、これをセカンドにスロー、うん、伊藤光が、うん、丸がそれを見てサードに、うん、スタート、うん、スタートというかもうまあ、スタートなんか、まあ、飛び出した感じにはなったんだけどもね、まあ、これをまず生かしたということだよね、うん、で丸の好走塁は好走塁だわ、うん、やっぱね迷わなかった、うん、もう行けっていうことでサードに行って、これ記録上は盗塁になってんだよね。その盗塁とかはやっぱ迷いがないことが大事なんでしょうかね。もうね予備知識なんだな多分、うん、飛び出したらもう行っちゃえと、セカンドに投げてきたらもう行っちゃえっていうね、もうこう準備をしているという、うんうん、で DeNA の方じゃあどうだったかというと、まあ、投げる心理は分かるんだよね、あのキャッチャーがね、うん、1個持って丸が戻った時にはもうさせないんだよ、うん、だから投げるのはしょうがないけども、まあ、ここら辺でのそのコンビネーションがね、なかなかこう合わなかったなという、まあ、例えば山本雄大と、うんまあ、京田とか、うん、あいつも出てるようなメンバーであればさせたかもわからないけども、うんうんまあ、伊藤と森でしょ、あまり出ないじゃない試合に、うんうん、だからまあそこら辺での隙ができたのかなという感じがするよね。これは投げて正解だったんですか。まあ、投げなきゃいけないだろうね、野手としたら投げてしまうと思うよ、うんうんうん、ただやっぱこう起点を利かした前に出てきて処理するとか、うんうん、ショートがね、うんうん、でもそのタイミングでは入れてないから、うんうん、まあちょっと遅れたなという感じがするね、はい、難しいね。そういう難しいね、うん、それで、まあ、打つような形になって吉川がタイムリーツーベース、うん、で岡本が敬遠、ノーアウト満塁、うん、で大城が、まあ、犠牲フライ、うん2対0、うん、になるんだけども、あれファールグラウンドなんだよ。そうそうそう、いやただねこれがね8回とかだったら、うん、7回とかあったら多分取らない、取るなよファールグラウンドは取るなよっていう指示は出せると思うんだけども、だ初回から出すっていうのはちょっときついな、ね、あのどうなんだろうっていうぐらい結構大きなファールフライだったから、まあまあそうだね、まあ、完全に立ち上がる、ただねアウトが欲しいっていうのは確かにあったと思うんだよ、うんうん、ただやっぱ戸郷が9月に入って1点も取られてないんだよ、うん、その戸郷が今日先発だということが頭にあったとしたらどうだったんだろうっていうのはあるけども、うん、これはやっぱり監督の判断だな、うん、これはね取らしてると思うよ俺も。うん、やっぱね初回からねガタガタになることはできないから、確実に1点入るってなってもやっぱあそこは取る、まあまあそうだね、うん、まあもうしょうがない、アウトカウントが欲しい、うん、ほんで 2-0、うん、でこの後だよ、うん、モンテスのファーストファールフライ、うん、そうそう、これね、これで吉川がサードにタッチアップするんだよね、うん、そうそう、セカンドからね、まさかと思うよやっぱり守備者としたら。オースティン選手ね、うん、ちょっと慌てたな、うんうん、やっぱりでもねそこでね、うん、走ろうとする吉川の、うん、やっぱ間に合うという感覚、うん、これがやっぱ素晴らしいわ選手としての。やっぱそれはもうオースティン選手が取るより前に走ろうっていう風な感覚なんですかね。もう取る体勢が悪いと思ったんだよね。なるほどなるほど、うん、あベンチの方に振られたからね、うんうん、まあ、それで悪送球になり、うん、その悪送球の中からサードからホームに帰ってきたという、うん、そうですね、で3点を取ったという、この3点というのは取られ方がすごく悪かったんだよ、うん、で
これがね、例えば立ち上がり岡本にスリーラン食らったと、いやもうこれはもうしょうがないと、岡本に打たれるんだったらって、だけどやっぱ丸の飛び出し、オースティン悪送球、これではねやっぱね、こうなんていうかな、こうモチベーションがガカッと下がってしまうというか、初回っていうのはね、まあそうだね、でね、3対0で進んでて、次の1点をどっちが取るかによって全然流れは変わったと思うんだけども、3点習って DeNA も思いましたよね。そうだね、で5回に浅野がセーフティーバント、頭からヘッドスライディング、内野安打、でそのランナーを置いて岡本がツーランホームラン、25号ということで、もうこれでほとんど勝負ありだよね、相手は戸郷ということも考えたら、その戸郷8回118球4安打7三振2四球、1つのデッドボールに無失点というね、まあ完封もできたんじゃないかなっていうの感じがするけども、やっぱ次の登板も考えて、まあ、できるだけ球数投げさせないように、まあ、下ろしたっていうのが、まあそういうことなのかなというの感じがするよね。この後のこと考えると、ピッチャーを休めるっていう意味でカウントもあるのかななんてちょっと思ったんですけど、まあそうだね、そこはやっぱり、まあまあ堀田というのが最後投げたんだけども、堀田だけ昨日まで投げてないというね、まあだからそれを投げさせたという。なるほど、まあ、それでこの2連戦見るときに何がやっぱりちょっと違ったかなと思ったら、まあ DeNA もあの走塁の意識っていうのはすごく変わってきたと思うんだけども、まあこの2戦の中ではやっぱこう走塁の意識がちょっと違ったなというね、両チームのここに来てね、でジャイアンツはやっぱ素晴らしかったなと思うのは、岡本のギャンブルスタートで頭からヘッドスライディングしてね、まあ、突っ込んでくる姿、で丸の好走塁、ね、浅野、で吉川、まあ、こういったあたりの走塁っていうのはやっぱこの2連戦を見た時にやっぱ素晴らしかったなっていうふうにはすごく感じる、でね、この試合で、巨人はエラーがゼロ、ね、2連戦、DeNA は3つ、でトータル巨人が52、DeNA が84、やってるんだよね。だからやっぱりこうこれから DeNA が強くなろうとした時にはやっぱもう一つの、もう一つ吉川みたいな意識のあるとあの走塁とか、でやっぱミスをね、大事な時にやっぱミスが出ちゃうと、まあ、それが失点につながると、まあ、苦しくなるというね。ちょっとね、あの、その失点につながるミスがちょっと今日の試合も多かったので、ね、まあまあそうだね、いやだからもう少しね、守備を頑張らないと、まあ、これもやっぱ課題の一つだね。今更上手くなるわけではないし、やっぱこう課題の一つとして、まあ、ちょっと伝えとくけども、まあ、ここら辺も頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、はい、はい、まあ、そういう2連戦でした。はい、はい、続きましてヤクルト対広島、ね、これはね、まあ、まずピッチャーからね、ヤフーレ、吉村、で広島が栗床田、栗床田って聞いたらもう絶対勝たなきゃいけないよね、でヤクルト戦っていうのは得意にしてる、ね、ここまでの対戦成績で言えば、まあ、だけど勝てなかったというね。これ広島にとってこの2敗は本当に痛いですね、ただね、ここにはね、ヤクルトが持ってたポイントがあるね、一つの。これもね、広島がね、厄介だなと思ったはずだと思うよ、まず最初に5対4、まあ追い詰めていったんだけども、あ、まあ追い詰めたってこの試合は勝たなきゃいけなかったんだけども、これ広島、まあ先制が矢野がね、ポロッとした中村が、あ、まあワイルドピッチという形になる、記録は盗塁になったんだけどもさ、矢野が一塁からね、ツーアウトでもう頭から突っ込んでって間一髪セーフになったんだよ、あ、これでいけるんだと思って、続く秋山がタイムリーヒット、うわー、いい点の取り方したなと思って、思ってたのね、で4回には末金タイムリーで、矢野の内野ゴロの間に2点取って、都合3対0でリードした、これは本当はもう完全に広島のペースなんだよね。ね、広島先制する気も強いしね。でピッチャーのことを考えるとやっぱね、これで逃げ切らなきゃいけないんだよ、だけど4回、村上28号ツーラン、これはどつまってたけどねいや本当にもうなんていうの、強引に持っていったっていうね、まあすごく迫力を感じる、最近神がかってますね、まあホームランだよね、その神がかってる
力を出させてるのが、うん、5回先頭打者青木ね、代打で送られた、ね、もう何にもしてないのにセンター前ヒット何にもしてないのにセンター前ヒット、うん、でセカンドに置いてサンタナ、うん、やっぱね青木を返したいという気持ちがあるねみんなみんなね、うんうん、サンタナがタイムリーで同点もうこれ球場の雰囲気がそうさせますね、うん、それもあってで6回、はい、まあ、あのヤクルトが2点を取り、うん、まあ、勝ち越すんだよね、うん、まあ、その後広島も1点返すんだけどもさ、うん、まあ、ちょっと1点足りないということ、うん、この試合で感じたことは、うん、投手交代が遅いということ広島ちょっと遅すぎるなと思ったんだよね、うん、でねピンチを迎えた雨が降ってる、うん、ね、下の状況も悪い、うん、なんかねこれ中継してたんだけどさそうね、あ、ブルペンで始めるのも遅いんだよ準備が、うんうん、まあ、確かにね疲れてるとか、うん、できるだけ準備はギリギリまで引っ張っとくっていうことは、まあ、あるんだよね、うん、あるにしてもちょっと遅いなって栗の状況を見た時に、うん、なるほど、で、まあ、広島は同点で6回、うんうんうん、ランナー1塁で3塁線抜かれていくんだよ、うん、中村に、はい、これもやっぱランナー1塁で単打だったら OK だよね、うん、長打になるのが三塁線なんだよ、うん、両方のライン線なんだよね、うん、そこをなんでランナー一塁なのに詰めないのかなっていうような、うんうん、まあ、そういうことも感じたんだよね、うんうん、だからねやらなきゃいけないことってまだあるんだよ、うんうん、ただ負けてるだけじゃなくてなんかやることをやれば広島はまだまだチャンスあるよっていうことが、うん、なんかすごく目についた試合だったんだよね。なるほど。だからすごく失点の仕方がもったいないというかさ、うん、もう一人二人早くピッチャー交代だとかしといてあげると出てくるピッチャーも楽なのになっていうのを感じたし、ね、そのランナーがどこにいるかによって守備体系をどうするかによって全然変わるのになっていうのはすごく感じた、うん、この試合でね。思わぬ展開でピッチャーの、ね、あの継投のタイミングとかも前倒しになってしまったっていうケースもあるんですかね。まあね、前倒しにしていかなきゃダメだよ、うん、もうね遅れたらねゲームを失う。本当はもうちょっと栗投手が投げたかったとかそういうのもあるんですか。いや、ないない、うん、いや、ないっていうかそれはね、早く変えなきゃいけなかったと思う。的にね、まあ、そうそう5回3分の1で92球も投げてますね。そうだからね、7安打4三振3四球だから、うん、ね、でね村上にあれだけ詰まって持っていかれるっていうのは、うん、やっぱボールに力もないと思う。本来の栗だったらやっぱフェンス前で止まると思うよ、うん、まあ、でそれを見て瞬間判断も必要だったっていうようなことですかね。まあそうだね、うん、はい、はい、で2試合目、はい、5対1、うん、ね、初回小園が先制タイムリー。そう、やっぱね先制はしていくんだ よ、ね、だけどすぐ2回に山田哲人がソロホームラン、うん、で4回には山田が犠牲フライ、うん、まあ、これでもう逆転されるんだよ ね、でまたポイントだよ。5回に青木が代打で、うん、ね、今日はレフト前ヒット、うん、もうすごいね、神がかってんだよ本当に、うん、で長岡がつないでサンタナがスリーランというね、うんうん、もうほぼこれで決まりだよ。なんかみんなが青木選手を返したい。まあそうだね。だから一つのなんかこうなんか青木をっていうね、一つのヤクルトがキーワード持っちゃったから、うん、だから非常にこう楽しく、うん、生き生きとやってる姿がヤクルトがあるんだよね。こうなんかこう皆さんリラックスじゃないですけども、そうそうそう、力の抜けていい感じの試合ができてるという感じでしょうか。でね、広島見てるとね、うん、やっぱなんとかしなきゃいけないっていうね、気持ちばっかりが出ててちょっと焦りを感じるんだよね。でまたそれが変に意識するとその力みだったり、そうだね、平常心でできなくなったりっていうことでしょうか。そうだな。でね、広島でジャイアンツに3連敗したよね、うん、それまでは確実に広島が主役だったんだから、そこまでは ねいやだから本当にね、ここまでセ・リーグの、ペナントレースを盛り上げてきたのは、うん、俺広島だと思うから、本当にもうね、もうこっからはもう主役が楽しんで、う
ね、元気出してやってほしいと思うよ、うん、もうね今日も床田がノックアウトされて、うん、ベンチに座ってる姿見たけどもうなんか呆然としてるという、うん、いやそうじゃなくて声出そうよ元気出そうよ、うん、ね、そうなってくるともう一回流れが来るよ、うん、ね、ね、うん、ただしね打順の組み方、うん、俺が気になるのはやっぱり4番の野間だね。あ、やっぱね今まで打ってない人がやっぱり4番を任される、つなぎの4番だっつってもやっぱ4番って言われるだけにやっぱ意識は入るよ、うんうん、だからもうここはね末金にかけるとか、うん、小園にかけるとかそうしてあげた方がやっぱね楽しくやるには選手の負担も軽くしてやらないといけないと思うんだよね、うんうん、だから野間が一番いいのは2番だと思うしね、うん、だから秋山は野間の1、2番というのはすごく嫌がられたと思うんだよね、うん、だからそこに戻した方がいいかなっていうのはちょっと感じるかな。4番は末からでいいと思う。なるほど。それか小園でいいと、うんうん、もう坂倉でもいいと、うんうんうん、この3人でクリーンアップを組むような、うん、そんな形でいいかなっていうふうには思ってるけどね、うん、はい、はい、まあそういう2連戦でした。ちょっと広島切り替えが必要ですか ね、うん、だから青木がいい仕事するね、やっぱりいろんな意味でね、やっぱり、ね、雰囲気持ってんだよ。そう、もうやっぱチームのね、うん、こうなんか特別な存在だからね。そう、統率が取れてきたからね、急にね、はい、ということで、はい、最後は中日対阪神、はい、ね、うん、高橋宏斗と、ね、村上、うんうん、まあ阪神はここ一つの山だなと思ったの、うん、やっぱなぜかというともうね素晴らしい投手との対戦だから、うん、これはどうなるかなと思ったけど、うん、まあ2回、うん、阪神が勝つんだけど8対3で ね、うん、ね2回サトテルツーベース、うん、フェンス直撃、うんうん、ね、すかさず前側がタイムリーヒットという、ね、これで先制というね、うん、やっぱサトテルって本当に速いピッチャーに強いね。なるほど。本当に強いで前側は本当に当たってきた、うん、で4回は木浪の内野ゴロの間で村上がタイムリーというピッチャーね、うんうん、でこれで3対0、うんうん、で2点をまあ4回に返されるんだけども、うん、中日、うん、はい、7回に大山のサードゴロの間に4対2、はい、まあ、9回には大山サトテル坂本タイムリーということで8対2、うん、9回に4点ね、まあそうだね、うん、一気に決めたという ね、 ね、でまあ1点返されるんだけども8対3で勝つという、うん、まあ、阪神は15安打 8点、うん、ね、5連勝ということで、うん、ね、サトテル、猛打賞3本のヒットでね、坂本が当たってきたね、うんうん、本当にいい打ち方したよこの日は。5打数4安打2点、そう4本ね、うん、まあ打線は非常に安定感を感じるかな、うん、で森下っていう名前が出てこないんだけど、うんうん、やっぱチャンスメイクはしてるんだよ ね、 ね、打点は上げてないけどもね、はい、うん、で村上が7勝9敗、はい、これが9勝9敗ぐらいになってくれないと困るよ、うん、ね、ね、で高橋宏斗、うん、6回117球8安打3三振3四球3失点防御率が 1.29 ということで、ね、まあ、まあ28か、うん、でも素晴らしいけどね、うん、成績トータル的な成績を見るとね、うん、でも12勝4敗この成績も素晴らしい、うんうん、だけどちょっと阪神と DeNA には高橋宏斗とあんまり良くないのかな、うん、まあ、この前は DeNA にやられ、阪神には2試合連続でちょっとやられるような形にはなったけどもね、早いピッチャーに強い打者が多いとかそういう、まあそれは可能性はあるね、うん、まあそれとやっぱ東をこの前阪神が攻略したように、うん、まあ高橋宏斗に対してもやっぱ攻略の術っていうか、うん、それが実践できる打者たちがいるよね、うんうんうん、だからまあそういうことで高橋を攻略したということで、ね、見事な一勝になったよこれはね、うん、はい、ということでこの試合を負けて中日がちょっと最下位になってしまい、はい、で立浪監督が辞表とか辞任をね表明したということで、ね、そうだね、まあ、それはあの別動画で ね、 画でね、あの撮ってるんでぜひあのまだ見てない人はあの見てください。三鷹さん衝撃が走りましたよ、はい、はい、ね、はい、はい、ということでそういうセ・リーグでした。で続いてパ・リーグ、うん、はい、パ・リーグ
ングは、はい、こうなりました、今日はなかったので17、18日の2試合でした、はい、はい、ソフトバンクと日本ハムは日本ハムが2勝、はい、はい、楽天とロッテは楽天が2勝で勝ちしました、はい、西武とオリックスは1試合だったんですね。そうだね、うん、ということで、はい、西武が 1勝ということで勝ちました。はい、はい、まずはソフトバンク対日本ハムから、うん、スチュワート大関で日本ハムは山崎幸也、伊藤大海、うん、はい、1試合目3対2日本ハム、うん、はい、はい、まあ、初回ワンアウト三塁から栗原タイム、まあ、こうやって初回にポンと点を取れるっていうのはやっぱ強いなって感じるよね、うん、まあ、しかしこの1失点でずっと頑張ったのが山崎幸也、6回84球4安打2三振、無四球1失点という、うん、で2年連続の10勝を挙げたという ね、 ね、まあ、移籍してね、俺プレッシャーかかってたと思うんだよ、すごくね、うん、でオリックスの時に優勝しながら10勝をする、うん、これはやっぱ打線の援護だとかいろんなことがあったから10勝できたろっていうような感じが、うん、ね、まあ、言われなくても言われがちなんだけども、うん、だけど移籍してね、このプレッシャーの中、うん、で前年度ね、日本ハムがね下位に沈んでたチーム、うん、やっぱ山崎幸也が10勝することによってこのポジションまで持ち上げてきたっていうね、非常に価値ある10勝だ ね、 ね、で防御率が 2.88、うん、ね、2点台を保ってるっていうのは素晴らしいと思うよ、うん、ね、ね、まあ、10勝おめでとう、本当おめでとうございます、ね、2桁勝利、はい、ね、で6回、はい、ワンアウト1塁からタイムリーツーベースが万波、うん、ね、マンちゃんも当たってきた、ちょっとね、ツーアウト3塁から水野がタイムリーということで、まあ逆転するのかな、うん、はい、で7回レースがワンアウト1塁からタイムリーツーベース、うん、まあ、その後ちょっとチャンスもあったんだけども、うん、まあ、ここでやっぱり追加点がちょっと取れてないんだよね、うん、日本ハムの方がね、うんうん、まあ、だけど、まあ、勝ち越したということで、ね、はい、でスチュワートジュニア5回3分の2、はい、ね、109球6安打、4三振3四球2失点という、うん、時々、はい、ボールが荒れるな、でピンチを作るというか試合の中で、うん、ものすごいいいボールがあるんだけどもさ、時々こう荒れるんだよね、そして元に戻るの、戻る戻るんだよ、それなんだろうね、なんか荒れ出すとなかなか止まらなかったり、焦りがあるのかなっていう感じがするよね、うん、でまっすぐなんかやっぱ今年なんかすごい素晴らしくなってるしね、うん、もっと自信持って投げればいいのになって、ただやっぱこうね、クライマックスシリーズで日本ハムと当たる確率っていうのは高いから、ね、お互いのチームがね、うん、だからここら辺でちょっとね、くさびを打っときたいんだけども、うん、まあ、ひっくり返されたということで、ね、でひっくり返された原因、追いついていけなかった原因っていうのは、やっぱ近藤の離脱だったと思うんだよね。なるほど。で、この日はね、近藤の代わりに5番に正木を入れてきた、はい、うん、で、やっぱプレッシャーがあったと思うんだけども、ね、チャンスにボンタをして、まあ、なかなかチャンスを生かすことができなかった。これはね、正木自体が状態がね、そんなに良くないんだよ今。なるほど。それでいきなりね、5番に入ったということで、まあ、結果が出なかったんだけども、まあこの1試合だけで正木は攻められないけどもさ、うん、だけどこれからやっぱソフトバンク、コンちゃん帰ってくるまでこの5番、うん、誰にするのかっていうのが非常に課題になってきたね。これは近藤選手の5番だけをこう触った方がいいのか、組み替えというか誰かを5番に持ってきて、まあ、打順をいろいろ入れ替えるっていうのはなかなか難しいと思うんだよ、ね、いやだから、まあ、その中でその前を打ってた山川、うん、山川が本当にこう頑張ってホームランを打ってくれないとなかなかこう苦しいかなっていうふうには思うように見えた、うん、はい、で2試合目、はい、3対0、うん、日本ハム、うん、伊藤が連続完封、ね、でまあ、連続っていうかソフトバンクだけじゃないけども、うん、で2試合連続完封ということで、ね、9回135球、うん、9安打9三振2四球無四球無失点という、はい、2四球だね、だから2四球にデッドボールの四球なし、ね、はい、うんうん、で無失点という、はい、13勝4敗、はい、単独トップに出ました、ねね、ハーランダービートップです、うん、ね、でハムはソフトバンクに6連勝、うん、
なんかね、ここに来てね、でソフトバンクは、まあ、もちろん日本ハムに6連敗ということなんだけども、ね、やっぱちょっと苦手意識が出てきたかなという感じがするよね、うん、だからそれもね、エスコンで負けるんだったらまだしも、やっぱね、ペーペーで負けると、ちょっと嫌だよね、嫌な感じがするよね、うん、でそのうち伊藤が3勝に絡んでるんだよ。なるほど。だからやっぱり伊藤も天敵になりつつあるなというね、うん、で一方ソフトバンクの方は大関、うん、6回投球練習中に背中の付近の違和感という、うん、これまた故障者リストっていうか、うん、やっぱ背中の違和感って言ったらやっぱこう抹消するかなっていうような感じがするんだよね、うん、でやっぱここに来て怪我人出したくないし、うん、まあ、違和感ぐらいだったら早く治ってくれるかなっていう期待もあるし、やっぱクライマックスにどうしてもいるピッチャーだからね、うん、だからこうやって離脱していくとコンちゃんとか、うん、まあ、左のエースと言われてる大関がね、これはやっぱりちょっと困るね。ね、うん、まあ、違和感が違和感で終わってほしいですよね。まあ、もうそうだね、うん、でこの日ソフトバンク9安打も0点という、うん、まあ打線がつながらなかったね。日本ハム5安打で3得点、ね、そうなんだよ。でこの日ね、5番に中村入れたんだよ、はい、で6番に正木、うん、やっぱ中村ヒット1本は打ってるんだけどもさ、うんうん、やっぱ近藤の穴が大きくてちょっと埋まりそうもないな。でもうこうやってまあもともと素晴らしい選手って分かってますけど、抜けてさらにそれを感じますね。感じるな、うん、でね、やっぱソフトバンクの5番やっぱ山川の次に打つバッターっていうのはやっぱポイントだわ、うん、だからやっぱポンちゃんって日本一のバッターなんだろうなと思うね、これね。え、はい、で日本ハムはもうさっきちいちゃんが言ったように5安打、そう、2回ワンアウト1・3塁から水野が犠牲フライ、うん、6回にはショートゴロの間に1点を取って、うん、まあ、マルティネスがね、ショートゴロの間、うん、で9回はレースがソロホームランという、うん、まあ、いい点の3点でも、うん、まあ、先制中押しダメ押しって取ってるんだよね、うん、だから一気に3点取るとさ1点返されると嫌だけども、うん、でも点取られなくて1点、まだ点取られなくて2点目、うん、こうなっていくとね、非常にあの流れというのは非常に良くなるんだよね、うんうん、だから、まあ、日本ハムはやっぱソフトバンクに関して言えば非常にいい野球をやるね、はい、またこれ ね、今後も対戦もあるの、その3位4位争いには楽天ロッテがやってるんだけども、うん、ロッテには多分相性がいいと思うんだけど、うん、楽天にちょっとね苦戦してるから、これがどうなったか次のカードね、うん、楽天対千葉ロッテ、楽天がやっぱり勢いを持ってんだよね、小蛇、藤井、ロッテは西野、カイケル、うん、ねえ、ね、これやっぱね、ピッチャーの名前を聞く格から言ったらロッテが勝たなきゃいけないというね、うん、そんな感じがするんだけども、5対4楽天、ね、3回小深田安田のタイムリーでまず3点先制するんだよね、うん、で4回にはロッテはポランコのツーラン、外ソロホームランで同点、うん、ね、この点の取り方ってすごく強く感じたんだよ、うん、ね、うん、で延長10回、はい、でフォアボールが先頭バッター、もらってロッテ、はい、ロッテがね、でバントで送る、まあ当然外野手は前に来る、うん、藤岡がその頭を抜いてタイムリーツーベースで1点を取る、うん、ね、あ、これでロッテ勝ったかなという、うん、まあ、しかし裏、はい、ピッチャー国吉、うん、まあ、球団記録無失点、はい、記録をずっと継続中なんだよね、うん、20何試合、うん、で、最初に迎えたのが浅村がツーベースヒット、うん、安田がヒット、うん、ね、渡辺がノーアウト1・3塁から犠牲フライ、うん、はい、で鈴木がヒット、うん、で代打伊藤幸也サヨナラヒットという、ね、まあ、ここら辺はね、もう本当にね、国吉に対してファーストストライクからどんどん振っていったんだよね、うん、もうとにかくランナーを返すというか、うん、まあ、例えば浅村がツーベースヒットで出るノーアウトランナーセカンド、うん、安田はどう考えるか、左バッターのね、うん、普通引っ張ろうとするんだけども、うん、引っ張れる球は来ないだろうということでもう繋いでいくんだよね、うん、これが良かったと思う、うん、で1・3塁を作って、まあ、犠牲フライという、うん、
もう鈴木伊藤になってからもう積極的にバカバカ打ちに行ったね。やっぱねいいピッチャーなんだよ国吉って、うん、で今年なんかは特に良くて状態が、うんね、まあ、無失点記録を作ってるだけにね、うん、だから追い込むのも早い、追い込まれると打てないというね、うん、まあそういう意識が働いて、まあ、早めに打ちに行ったと思うんだけども、うん、やっぱね懸念味がなかった、うん、迷いがなかったというかね、うん、だからもう信じて振りに行ったというか、だから最後の伊藤幸也のあのサラライトも見事だったね、うん、まあ、幸也頑張ってんね、本当ね、最近はよく聞くね、いや本当ね、うん、まあそれで、まあ、ロッテが、まあ、国吉を残してた、あさすがやなと思ってたけど、ね、抑えのピッチャーももう使ってたから、うん、だから、まあ、その無失点記録を作ってるね、国吉を残してた、あ国吉が持ってきて、もう逃げ切る、あ逃げ切れるなっていうふうに思ってたんだけども、あそううまくはいかんかったな、ね、あ本当な、ここで記録も途切れたという。ね、もうなんか楽天の底力が見えたような感じですね。まあ、そうですね。で2試合目が8対1、はい、ね、楽天、うん、楽天5連勝、うん、で64日ぶりの3位という、うん、ね、藤井、6回94球、うん、5安打5三振1四球1つのデッドボールの1失点という、うん、よく頑張ったね、10勝目ね、はい、あ2桁勝ったか、うん、あでもおめでとうございます、ね、10勝5敗ということで ね、ちょっと夏場ね、うん、もたついた時があったけども、うん、まあ、ここに来てね勝てたというのは本当大事な時にねこうやってね、うん、力が出てくる、また出してくれるというのは心強い ね6回1失点で今季10勝目、はいはい、で一方サイヤング賞投手カイケル、うん、4回6安打、うん、2三振3四球6失点というね、ロッテは4連敗、4ヶ月ぶりに4位転落という、ね、いやまさかだよね、うん、でねこの試合で4回2個の押し出しのフォアボール、うん、で球審とちょっとねカイケルが合わないんだよね、うん、いいとこには投げてんだよ、でおいみたいなことやってるんだけど、やっぱね審判がボールって言ったらボールやからな、うん、まあそれはもうカイケルも分かってると思うし、だけどここに来て日本の審判のストライクゾーンと、いわばアメリカのストライクゾーンではちょっと違いがあるのかもわからないよね。またそうやってなっていけばなっていくほど審判も慎重にあまり変えないようにと思うと意識がそこに行っちゃったりします。まあ、あんまりそうやって苛立たない方が ねもう意固地になる審判もいるから ねだから急になんかストライクって言い出したら、うん、あれ変わったって思われるのもね、まあ、そうだな困るからとかいうのにちょっとねやっぱ人がジャッジするから、まあ、そうだないろいろありますね。だからまあ大事な試合っていうこともカイケルも分かってるだろうし、うん、やっぱ打たれちゃいけないということでやっぱそういうね制球を気にしながら投げたと思うんだけども、2個の押し出しね、だから、まあ、タイムリーもあったりとかして、うん、まあ、4回が全てだった ねこの試合がね、うん、だからカイケルを取ったのはこういう試合に勝ってもらうためにね、いやちょっと裏目に出ちゃったな、うん、でね楽天はねやっぱラッキーボーイ的な伊藤幸也が出てきてるわ、もうこの日も、ね、うん、2安打2打点、うん、ということで活躍してるということでね、うん、いやだから伊藤幸也はもうこのまま頑張れ ねもうレフトもね最初の方はレフトに使われて守備をおぼつかなかったけども、うん、もうファインプレーからちょっと乗っちゃってるね、そうそう、ねえ、うん、どんどんどん、怪我だけしないで、はいはい、まあ頑張ってください、ね、まあそういう2戦でした、はい、はい、で最後ね、まあ西武対オリックスということで、うん、ね、3対1、はい、隅田が勝ちました、うん、ね、隅田が9勝目かな、はい、はい、で、はい、隅田8回111球、うん、4安打11三振、うん、よかったね、無四球1失点ということで、うん、9勝目、はい、まあ、昨年ね9勝だったんだよ、うん、で2試合残してたんだけど登板がね、で2試合とも負けて、勝敗つかずかだったかな、負けて、うん、で10勝に届かなかった、うん、まあ今年はやっぱりね10勝にちょっと挑戦をしてほしいなってね思います。今9勝9敗なんでね、はい、勝ちが一つでも増える、まあそうだね、はい、はい、でオリックスは7連敗ここに来て、うん、
で負け越しが今年の負け越しが、まあ、確定ということで、うん、あね、3連覇してたオリックスなんだけども、まあ、今年はねちょっと選手が揃わなかったし怪我人も多かったな、うん、ね、はい、でこの試合で源田が1000試合出場、うん、おめでとう、ね、おめでとうございます、ね、これからもどん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 試合に出続けて、ねね、あなたがリーダーで、うん、ね、西武を強くしていかないと ね、 ね、まあ、頑張ってほしいと思います、はい、まあ、そういうパ・リーグでした、うん、ね、まあ、両チームとも両リーグともか、うん、あのマジックが出て、そうよ、まあ、巨人は7、うん、ね、ソフトバンクは5ということで、もういよいよね、一桁のマジックが点灯すると、まあそうだ ね、 ね、うん、ただ今週は週末に巨人阪神戦、うん、阪神巨人戦か、うんうん、が甲子園で、まあ、あると思うんだけども、うん、この2連戦、この2試合っていうのは、うん、22-23 かな、うん、日月ってあると思うんだけども、うん、この試合は痺れるだろう ね、 ね、あ、ね、ね、まあ、今マジック 8？ 巨人が、うん、マジック8か、8、はいはい、マジック8 ね、うんうん、はい、ね、ね、だからこの2連戦によっては、うん、マジックが消える可能性もあるしね、そうね、多分ね、そういうこともまだあるのね、まだあるよね、うんうん、まあだから、まあ、浅野がね、油性と、ね、スミス彗星を持ってきて最初のエンジンでね、エンジンでね、うん、マジックが、まあ、油性を使ってついたのでね、ついたので水星じゃなく油性マジックでいきましょうみたいな、ね、そうそうそう、消えないから、消えないから、ね、面白い、まあ、面白いのかちょっとが面白くないのか、そこは おっさんギャグ的な、まあそうだね、ちょっと19歳だけど、だ、ね、でも浅野もすごくいいピースになってるね今ね、本当ね、本当チームにね、うんうん、ガッツあるし、浅野にはバントあんまりさせないんだよね、阿部監督はやっぱね、あの子の勝負強さを買ってるね、なるほど、あ、だからまあ楽しみな選手だね、え、本当に、まあ本当にこの前も言ったけど広島ね、うん、ちょっとこうずっとしてるけども、そう、あ、まあだけどもうね、明るくやるのも焦るのも、うん、ね、うん、プレッシャーかかるのももう何もかも一緒、うん、ね、明るくやって ね、 ね、君たちの力はね絶対あるし、うん、ここまでの主役っていうのは確実に広島だったから、うん、ね、そのプライドを持って楽しく ね、 ね、明るくやってほしいと思います、ね、明るくやったって暗くやったって結果はねどうなるかわからないけども、うん、でも明るくやった方がね結果は俺は絶対いいと思うし、ね、ね、もうみんなで楽しむぐらいのつもりでやってほしいなっていうふうに思います、ね、はい、チームの雰囲気大事ですよね、そうだね、うん、で DeNA もね、雄大いなくなったらえ、ね、負け込んできちゃうんじゃないかっていうようなことでは困るし、そうよ、ね、みんなでまた奮い立って頑張ってほしいと思います。本当に。はい。ね。で中日の方は、うん、まあ立浪監督が辞めるということで、うん、まあ最後のね、もう全部勝つぐらい。そうそう、そのぐらいのつもりでね、うん、まあ頑張ってほしいと思います。ね。はい。はい。まあそういうことでした。うん。ね。ということでね、またちょっとスケジュールは次は、ま、どんなになるの？まあね、言わない方がいい。なんで？いやもうねぐちゃぐちゃになってるから、うん、もう言ってもね。多分もうしょうがないと思うよ。まあね、また早速ね、金曜日、明日パリーグは1試合なくて2試合だったりとか、ね、そう、そうでしょ、そうでしょ、そうなってるから、うん、まあね、もうとにかくギリギリのところで皆さんやってると思うんだよね、体もね、気持ちもね、うん、でも最後までね、怪我ないように本当にね、まあ今じゃ早く治してね、戦列に復帰してほしいと思うし、ね、もう大事な中心選手がもう怪我すると本当にげんなりしちゃう、あ、そうだね、ね、はい、はい、まあ、そういうことでした、はい、どうもありがとうございました、頑張ってください。